アアジアカップちょっとこうじゃあ今後日本代表どうなるんだみたいなこう話にもなってきますが森保監督への本当に続投でいいのかみたいなもうやっぱ代表監督は負けたらああなるのはしょうがないかなと思うんですがもともと逆風があった中でその逆風を収めたのはワールドカップだったと思うので <laughs> そういう声はずっとあったと思うんだよ。<laughs> くすぶってたんだよねそういう人たちがワールドカップの結果でちょっと声を大にして言えなくなってしまったんで、うん、ここぞという時にバッとそこが出てきたと、うん、それは変える変えないは全然いいと思うんだけどじゃあ誰と変えるのかって話の変えることでそれでメリットがあるんだったらいいと思う変えることでのメリットとデメリット変えないことでのメリットとデメリットがあるってことを理解してじゃあ変えるのは誰にした方がいいかっていうことはやっぱりちゃんと言ってほしいんだよね,よね変えろ変えろだけじゃなくてで、ね、変えるんだったら誰にするとじゃあそれは例えば ップを連れてこいとか、ね、そういや言うかもしれないけどじゃあそんなお金があるのかとそんなことをオファーを受けてくれるのかっていうことの現実的なことも踏まえていろいろ考えなきゃいけないよね。日本で来てくれるってなかなか大変なことだっていうことも理解しなきゃいけないよね。それを引き受けてくれる監督がいるのか,かそこも踏まえて変えていくことがいいのか変え,変えないほうがいいのかだからいろんな意見が出てくることはいいことだと思うし我々メディアにしてみたら。 新しい監督が出てきてくれた方が話題が出るしそ,、ね、それは仕事がしやすいし、うん、物は売れるよな、うん、俺なんか毎,毎月変えてくれた方がいいと思ってる <laughs> <laughs> 話題が出るから、ね、その監督がどんな人か、ねうん、やってみたけどうまくいかねえじゃねえかとか、うん、いろんなことの論争が出る、うん、今森保監督だとなんとなく今までと同じようなことがずっと行われてて外からしてみてるとなかなか難しいところもあるよね変えるっていうのも一つだと思う。 変えないっていうのも決断だから一つ言えることはいつも言ってるけどクラブチームと代表の違いは何かって言ったら活動できる日に違うものすごく少ないってことで今はより少なくなってるってことなぜならばヨーロッパでやってる選手がほとんどだからこれ J リーグでやってる選手はほとんどいないから。ってことは活動する期間がものすごく少ないってことはここは理解してもらいたい。 今回もアジアカップ終わってみんな天然バラバラ南野選手なんかもう帰ってすぐ試合出てますけどね,ねみんな各チームでポジションが違かったりやるサッカーが違くて求められるるることが違かったたりする選手たちになるわけだよそれが代表でこういうやり方しましょうってなっててじゃあちょっとそういうふうになってチームが一つになったかなって思ったけどじゃあまたバッと解散します1か月後2か月後もしかすると今回はもっと離れるわけだよね。はい 月月だかららぐいい経っちゃゃうわけじな、ねうん、その中でパッと集まったときにみんな天然バラバラ違う考え方持ってるわけで、うん、そのときにみんなバラバラのコンディションなわけだよ。でバラバラなコンディションっていうのは肉体的なことだけじゃなくて精神的なコンディションも違う。うん、なぜかというとチームで置かれてる立場が変わるかもしれないから、うん、試合に出てた選手が出れなくなってしまう、はい、出れなかった選手ポジション取るかもしれない、うんね、もしかしたら移籍のことも考えなければいけないかもしれない。うんうん 選手一人一人いろんなことがあった中でじゃあまとまって23日後にゲームですってなった時にまず一番最初にやることは攻守において日本代表がやらなきゃいけないことをいろいろ集めてみんなに見せるらしいんだよ。うん、で意思統一を図るらしいんだよ。うん、でちょこっと練習してゲームなんだよ。か代表ってちょっと特殊なんだよね。うん、そのの中でじゃあ誰ににするのかっってなった時に じゃあ一つに言葉の違う人を入れるとか全く日本のことを理解してない監督を連れてくるっていう考え方もあるかもしれない世界的に実績があるから一つにそういう人たちの,その根拠としていや彼らはもうビッグクラブですごい監督とやってるからそういう人じゃないということ聞かねえんじゃねえかっていうような考え方の言うこともあるよね。そそそれれれもも一理ああるかもしれないいけけどじゃあそういう人がそれだけの短期間で 何か落とし込んでいくってなかなか難しい作業だってことは理解してもらいたいんだよね。しいよねってことは継続してやっていくことものすごく特殊なチームだってことは理解してもらいたいで今は日本は特にそうだということで気持ちを今回のことにして熱量がなかったってことに関して言うともしかするとそうやってアジアってことの軽視ってこともあったかもしれないけどみんながバラバラにこう集まってくることの難しさっていうことが、うん ちょっと如実に現れた大会だったのかもしれない。そういうことをマネジメントしていくことを、が。にたけて、人が誰なんですかっていうことなのかもしれないな。そうですね。なぜならば。戦い方とか戦術とか。これはもしかすると、ものすごく。監督にとって必要な要素かもしれない。うん、だけど、そこまでに持っていくことが。足りなかったですよねってことを、富安監督。 ト安選手が言ってるんだよね。うん、ここでの戦い方を言ってるわけじゃないでしょ。はい、だよね。うん、ここは一つポイントで、うん、ここの戦い方も重要ですと。どうしてもここに起きたことはいやいやいや変えればよかったじゃん。こうにした方がよかったじゃん。うんうん、いやそれは確かにそう。うん、それも一つのやり方だけど我々の見えないところでの準備っていうのがものすごくここの結果に現れますよっていうことを。うん 富安選手が代面ししててくれてるってことも理解だもらここでのここでのパフォーマンスっていうのはそこまでの準備っていうのが莫大な準備もしかするとどこで文脈的に切るかは別にしてもしかしたらワールドカップからずっとつながってる流れかもしれないよね隙が出たってことは。ということでね隙を出させてしまったってことかもしれないよね。だからものすごく実はここ 落下さみたいにバッとここに落ちてきていきなりこのゲームやってるわけじゃなくてずっっと流れがあててここにたどり着いてるわけだよねだから一つに戦術的なことを言う人もいるしそれは当然一つあると思う。だけど選手はいつも言うけどこまではないからその時のコンディションがあるから怪我とか精神的な肉体系なコンディションとかこのゲームにおいての ここのの選手の方が良良かかかったとか良くなかったたととくないうこともあるよねでもそれはなかなか想像つかない試合の流れの中でだからゲームの中ではベストだと思って臨んだけどうまくいかなかったってことでやっぱ変えなきゃいけなかったってこともあるけど、はい、でもここに向かうまでの準備っていうのは非常に実はサッカーの場合は重要ですよということは理解してもらいたいな。だから森保監督が そここのところはうまくいかなかったってことともも含めて変ええるべきだだいうう考え方も一つ思ここの現場の,の起,き起きてることでも変えられなかったっていうことも一つかもしれない、うん、それも全然それは当然の意見だと思うし、うん、それを受け入れなきゃいけないしこれをいう結果になった以上はそれは当たり前のことだと思うけどうん、うん、ただそこだけでは実はないですよっていうこともサッカーの場合は理解してもらいたいなっていうふうには思うけどね、うん、そうですね。 でまた3月にはワールドカップ予選が再開え相手は北朝鮮ですがこのアジアカップやっぱイラクイランはやっぱ日本の倒し方をもう実践してなんか日本こうやれば倒せるじゃんっていう,こう他国に自信を与えてしまう可能性もあるのかなと思うんですけどそういう相手を今後ワールドカップ予選で相手にしていかなきゃいけないところに少し 僕自身不安も感じているんですがまあそれは不安だろうね。<laughs> いやっていうかそれは今に始まったことじゃないですよってこと、うんうん、それが世界のし、うん、流れでどうも強豪国と言われているところが、うん、世界を見始めた時にどうもスペインの流れもあってサッカーってこんなものだってなって、うん、昔はアジアの戦いって実はそうだったんだよ。 すごくラフに入れてきて、そこで激しくやってくるっていうことがアジアの戦い方の中で日本はそこで苦しんでたのは事実なんだよ。それが今回またそういうことをやってこられて、それに対して対応しきれなかったっていうところが出てしまったわけでね。で今に始まったことではないんだけど、またそういうことで日本に対してはそんなその後ろでしっかりつないでサッカーするっていうよりは、こう長いボール入れてフィジカルの強いチームだったらそうした方がいいよねっていうことが。 やっっっぱりちょとと表に出てしまったところはあるんじゃないそれをどうやって日本が今後上回っていくかそういうことをやられた時,時,時にもじゃあ守備のとこじゃなくて攻撃のとこでもっと圧力をかければいいじゃないかっていう考え方もあるしコンパクトにするためにはどうしたらいいかっていうこともあるしトルシエ監督なんかにしてみたらフラット3なんてことがあってそれはペナルティーリーで守ったらやっぱ損だよねってことでラインを上げて上げ作業げしたわけだよね。 でもあれは一緒に活動する時間が長かったから代表でも単独クラブみたいな戦術ができたわけだよね。でも今は一緒にやる時間がないからそんなすごいこういう戦い方っていうのはなかなかできないんだよ特殊な戦い方はトレーニングできないから残念なことにほとんど一緒にトレーニングすることができないから特殊な戦い方はできないんだよね。 オーソドックスなな戦いい方しかかできないからその中でどうやってやっていくのかっつったらやっぱり多少やっぱコンパクトにするとかその長いボールに対してまずは弾き返さなきゃいけないこぼれたボールに対してセカンドボール拾わなきゃいけないじゃあここを入れるボールを制限加えなきゃいけないっていうことが少しずつやっぱ欠けてたからこそああなってしまったところもあるかもしれないしそこのところは全くそうにやられるからああいうふうになるってわけではないと思うんだけど。 ただ一人一人が森ス監督も言ってるけどチーム離れてしまうんで自クラブでやっぱり自分たちの,その能力っていうものを高めていくっていう作業はやっぱりしなきゃいけないんじゃないそこのところはやっぱり強く感じてるんじゃないかなそれしかないんじゃないかな、ね、あとは選手の使い方だよね,ねそれに対して多少どうやってやっていくのか、うん、じゃあ相手に少しそういうやり方に対して合わせるってやり方もあるよね相手をリスペクトする、はい、リスペクトしすぎてしまうと自分たちの良さが消えてしまうんで。うん サッカーっていうのはそういうところもあるから、今は日本はアジアのチームにしてみたら非常に対策しやすいチームなんだよ。うん、なぜかというと上位にいるチームっていうのは自分たちの形とかメンバーっていうのはもう筒抜けだよねやり方っていうのは。それに対して対策が取りやすいチーム。うん、ちょっと J リーグの話して申し訳ないけど、例えば今までの F マリノスとか、例えばえっと川崎フロンターレとかっていうのは対策取りやすいチームだ。うん なぜならば自分たちのやり方を持ってるしメンバーもある程度理解できてるから対対策策すする側は対策しやすいんだよだからといって勝てるわけではないんだけどその対策を上回るだけのものを出していかないとやっぱり対策されてしまうってことなんで今は対策されやすすいチームになってますよとじゃあその対策に対してそれを上回る戦い方をしていくものを見せていかなきゃいけないですよね。 っってていいう次元にやっぱ来てるんじゃないかなかそ,、ね、それが今回の大会にとってはそれは足りなかった、うん、一つにやっぱ三苫選手がちょっといなかったっていうことは僕は大きいと思うし、うん、ここで大切なゲームでちょっと伊藤選手が使えなかったっていうこともここを取るっていうことでやっぱ相手を押し下げるってことができなかったから全体的に押し込まれてしまった、うん、押し込まれたものを押し下げるっていう作業がちょっとできなかった。うん、そこはやっぱり こここの部分を見せることができなかったそのことによって上田選手もこの中でのペナルティーの中での仕事っていうのは少なくなってしまったもしかしたら南米選手も関わりができなかったここのところで引っ張るっていう作業が少しできないこう中に入っていってしまうんで、うん、こういうふうにねそういう部分ではちょっとそこのところの全体的なバランスがここの両翼っていうことが最大の武器だったと思うんだよね、うん、じゃあ伊東純也選手じゃなくて久保選手でもいいじゃないかっていう考え方もあったよね。うん いやここちょっと贅沢でドでン選手もいるじゃんっていう中でちょっとここのところがアジアカップに関して言うと手薄になってしまったそうです、ね、一番の強みであるところがちょっと手薄になってしまったっていうのがここを取れなかったっていうことで押し下げることができなかった全体的にそこの部分はあると思うんだよねだから今言ったようにここだけを切り取ると不安だよねっていう考え方あるよね。うん、ででももこここにに至るまでにこうなっても こここう返せばで守らななくていいいいよねっていう話じゃないでも1対1でやっぱりそのエディングのフィジカルの強さっていうのは身につけていかなきゃいけないで彼らはそういう土壌にいるからそういうものをやっぱりマイクマン選手も含めてだけどやっぱりそういうことは考えていかなきゃいけないそうなった時にここの選手でどれだけ押し下げて脅威を与えられるかっていうことが実はサッカーって守備のところだけ切り取るとそういうふうに見えるけど。 攻守ってつながってるんで,で、ね、攻撃で押し込めたら彼らは攻撃できなくなるんだよ。うん、守備が多くなるからだから日本が守備のとこを改善するんではなくてもしかすると攻撃のところを改善しなきゃいけないのかもしれないね、うん、たうえで守備のとこも改善しななきゃいけないけかもしれない、ね、もしかしかたら攻撃のとこでそこまでアクセントが出せなかったのかもしれないね相手に脅威を与えることができなかったのかもしれない失点が多かったのはね、うん ただだセットプレーからそこは今言ったように高さだけじゃな,、うん、なくてこう何インプレー中ではなくて、ね、こういわゆるそのセットのところに関して言うと大きな課題が残ったから、うん、それはもうずっと言われてることでロ、うん、ロングスローもどんどんんしてくるよねだからあそこのところに対してどうやって対策を取っていくかっていったらもうここでやっぱやっていくしかない。ロ、ね、ロングスローどうにもなぜかっていったらロングスローはオフサイドがないんだよ。うん 一番の違いはこのセットプレーと、まあ、コーナーキックはオフサイドは基本的にはないよねここから蹴るからそうですねでもそうはいったってこういうところに来た時にバッと上げられるじゃんそ、うん、したらオフサイド取れるよね,そうですねだからオフサイドというルールを使ってコンパクトにゴールキーパーのプレーエリア確保できるんだけどロロングスーーは実は実プレーエリア確保できないんだよ確か,にだから混乱が生むんで、うん、ロングスローっていうのは非常に難しいんだよ実はねめり高さってことこは、うん 今後はなんていうか監督を変えるとかそういうよりも例えばなんかもうこの4231とか遠藤選手のこの4141は何となくパターンとして読まれているんでちょっとシステム変えたりとかそういうこともあそう、ね。だからよく ちょっと前だってもよく言われてたけど例えばチャンピオンズリーグを勝つためには一つのシステムじゃ勝てないんだって言い方はしてたけど、うん、それはなぜならば相手がいろんなことを仕掛けてくるからそれはそれは誰が言ってるかっていうと要は上位の優勝するチームだよね、うん、レアル・マドリードとかああいう選手たちが言う言い方だよね、うん、それはなぜかっていうと相手が自分たちの要素を消してくるから、うん、それに対して対策を取らなきゃいけないね、うん、そういう部分では一つ そういうやり方、形の配置の仕方、もしくは、人を変えることによって、少し形が変わってくることもあるよね。な、うん、そういうやり方もあるし、後ろの並びを変えるっていうやり方もあるし。スリーバックにするっていうやり方もあるよね。な、ね、うん、一つそういうやり方をやっぱ、取っておくってことは、やっぱ必要かもしれないね。うん、その手を持っておくことは、やっぱ重要かなっていう思うけど。選手が急に出てくることはないから。ね、この選手の持っている力をどうやってやったら。例えば、イラン戦に関して言うと、彼らの持っている力を最大限に引き出すためには。 どういうふうな立ち位置でどういう組み合わせにした方がいいのかっていうことを考えながらやっていかなきゃいけないんだと思うけど今はそんなものをいろいろこう人が結構いるっていうことで結構試してるところもあるのかもしれないけど、うん、最終的にはイラン戦に関して言うと一番信頼の置ける選手を置いてきたなと俺は思った、まあ、うど、ねうん、一番ね今ね、うん、今コンディションの問題も含めてね。うん、分かりましたもう話は尽きないですが。 サポーターの方もね今回の敗戦を受けてやっぱりもう自分のオピニオンというのをこう話したいと思うんですがねそういうものをあのこの動画のねコメント欄にもね書いていただければと思いますはい今日本当に福田さんまた熱弁ありがとうございましたいいえとお願いいありがとうございましたはいよくなってくれればいいですけどねはい三月ねワールドカップ予選、はい、北朝鮮勝ってほしいですねはいそれでは今回はこの辺で失礼したいと思います皆さんさようなら